野崎チャンネル。ちょ、さあ2023年現役ドラフトが終わりましてね、ここで発表されましたということで、まあ、この NPB の、サイトからね、情報をもらってきたんですけども、まあ、順番で言えば阪神、広島、DeNA、ジャイアンツ、ヤクルト、中日、オリックス、ロッテ、ソフトバンク、楽天、西武、日本ハムという順番にね、取ってたんで、多分ひょっとしたらこの順番で、現役ドラフトが行われたかなと。で1巡目だけで、まあ、今年もね、2巡目は、実施されずというところで、まあ、12人の選手がね、現役ドラフトで、チームをね、移籍するという形になりましたけども、まあ、とりあえずは上から発表していくとね、阪神、オリックスから漆原。で、カープ、楽天から内間。で、DeNA、ロッテから佐々木千早。で、ジャイアンツ、阪神から馬場。で、ヤクルト、ジャイアンツから北村。中日、ヤクルトから梅野。オリックス、中日から鈴木宏。で、ロッテ、西武から愛斗。で、ソフトバンク、日本ハムから長谷川。楽天、DeNA から桜井。そして、西武、広島から中村。で、日本ハム、ソフトバンクから水谷っていうね、ところの移籍になりましたけども、まあ、どうかな、この、やっぱ馬場が一番人気だったのかな。まあ、コロナ禍だったら、ピッチャーだったら馬場が一番良さそうな感じもするけどね。だから、阪神で言うと、馬場を出して漆原をね、取るっていうところで、まあ、同じリリーフの右っていう中ではね、あの役割分担は、まあ、一緒になったのかなっていうね、ところと、まあ、この後出てるところを見たとしても、阪神にとったら、そんなフィットする選手いないもんね。ドラフト、このね、現役ドラフト1巡目の選手だけ見てたら、他に阪神にフィットする選手いないから、まあ、漆原っていうところでね、今すぐ使えそうだしね、まあ、今年で言うとね、1軍で16試合、防御率3点というところでね、まあ27歳、来年28歳になるけども、まあね、オリックスでトレードに出してあげた方がいい選手ね、4人、佐藤崎挙げてましたけども、全員しっかり移籍していくっていうところで、これはね、もうオリックス取ってもいい傾向だしね、これは佐藤崎チャンネル的にも良かったんじゃないのかなとね、いうところはあります。で、カープがね、内間選手っていうところで、楽天からね、まあ、ここ中村ね、ここもリリーフ出して、リリーフを取るっていうところで、これ阪神、広島ともにね、役割分担が同じの選手を取っていくっていう、まあ、出てる中から取っていかなきゃいけないからね。広島も他でフィットするって言ったら、なかなかないもんね。そういったところではピッチャーっていうね、選択肢に、なったのかなと。で、内間選手は、今年はね、1軍で、1試合も投げてないと。で、2軍でも17試合、防御率 3.88 っていうところでも、怪我とかなんかあったのかなっていうね。ところはあるけども、3年目だからね、高校大学から入って3年目で現役ドラフトだから、厳しいね、世界的にはね。で、続いてね、DeNA が、佐々木千早、ね、まあ、ロッテから、まあ、ここはね、まあ、良かったんじゃないのかなと、ね、やっぱロッテの中で佐々木千早ね、もう役割分担ないからね、本人のためにも、やっぱりね、この移籍っていうところでは、非常にね、良かったと思う中で、ね、今年ね、1軍では2試合ね、防御率3点台っていうところと、まあ2軍ではね、4勝7敗、防御率 3.84。まあ26試合に登板して12先発してるっていうところで、ちょっと交流スタートが2回だからね、若干安定感かけるかなっていうところはあるけどもね、まあ先発とリリーフね、両方できるから、DeNA にとってはね、めちゃくちゃ佐々木千早ね、フィット、するんじゃないのかなっていうところで、DeNA はね、この、今のチーム状況を考えても若干サイド気味っていうところで変則タイプ。ね。非常に、佐々木千早はね、フィットするんじゃないのかなと、思います。そして、何気に一番良かったんちゃうかと思うのが、ジャイアンツのこの馬場ね、阪神から。まあ、6年目、ね、過去2017年ドラフト1位、28歳っていうところでね、今年1軍でも19試合登板、ね、2.45 防御率で、そしてなんと2軍では、3勝1敗、28試合登板、1.97 だからね、そこそこいい感じでね、成績的には抑えてると思うし、まあ、でも多分、右のリリーフがね、渋滞してんだよね。しかもあの、ルーキーね、2人1位2位でね、右の制球派と、あとは右の速球派ね、取ったからね。だからそういったところでの多分ドラフトを受けての多分玉突き人事だろうね。で、まあ今年はちょっと不調だったけど、浜市とかね、まあコンディション不良もあるけども、帰ってくるだろうし、まあ湯浅もね、最後帰ってきたし、っていうところでは、ね。で、まあ、梶谷、石井も良くなってきて。
で、ルーキー1位に2人、右腕がいるっていうところでは、まあ、これ、馬場にとったらよかったね。多分、これも、阪神にでも、ひょっとしたら出番がほぼない中で、もう来年29歳でしょ。そしたらもう今一番脂が乗ってる時期っていうところでのね、移籍っていうところでは、これはもうね、岡田監督、よかったね。普通だったらひょっとしたら出さないかもわかんないよね。いてもしなんかバタバタしたら使えるからね、一軍でも。そういったところではね、こう、ま、しっかり現役ドラフト乗って、しかもジャイアンツね、ジャイアンツリリーフおらへんからな。これジャイアンツリリーフを再構築していかなきゃいけない中で、ね、トレードでもいっぱい取ってきてる。ね。オリックスからもいっぱい取ってきてる。ね。ソフトバンクからもね、戦力外ってなった選手ね、取ってきてるっていうところで、このババのリリーフはね、何気にこのオフのリリーフ補強の中で、ジャイアンツとしたらこのババ、一番いいんちゃうかっていうね、フル回転しよるかもしれない、来年ね。そういったところではね、まあ、12球団見てでも、即使えて一気に球場、ね、球団とフィットしていいっていうのは、これババが一番いいんちゃうかっていうところはね、非常に思うよね。で、続いてが、ヤクルトをね、ジャイアンツから、まあ、北村選手っていうところで、まあ、ここはね、まあ、ヤクルトはね、右がやっぱ少ないんだよね。左がね、結構いるっていうところで、右が少ない。ね、今年一軍ではね、打率、2割6人っていうところでね、まあ、なかなか結果出せなかったけども、なんと二軍ではね、68試合出場の3割5厘。ね。で、ホームラン3本っていうところで、まあ、二軍ではしっかり結果を残してるっていうところでは、非常にね、ヤクルトとしても、やっぱ右がね、なかなかいないっていうところと、まあ、山田が若干ね、怪我がちだったりするところで、まあ、二遊間もね、竹岡、ね、長岡、そして宮本とかね、そういった左がね、多いからね、ここはしっかり右でっていうところでの内野の補強っていうところでは、ヤクルトもね、フィットした、選手を選択できたんじゃないのかなっていうね。で、続いてね、ドラゴンズが、ヤクルトから梅野ね、まあ、リリーフっていうところで、まあ、ここもね、鈴木博士出して梅野を取る。まあ、鈴木博士先発も若干してたけども、梅野を取るっていうところで、まあ、役割分担はそんな変わらないんじゃないのかなっていうね、ところで、まあ、梅野はね、今年1軍ではね、5試合登板、防御率 3.38。2軍では、35試合登板、4.28。4勝7敗っていうところで、若干今年振るわなかったかな。でもまだ、24歳だからね、こっから伸びしろ全然あるからね。そういったところではドラゴンズのね、リリーフっていうところ、まあ今年藤島とかね、いい形で投げてたし、松山もね、育成からめちゃくちゃ良くなってきたね。で、その後清水ね、で勝野もね、リリーフになって良くなってきたっていうところもあるけども、もう若いしね、これからっていうことを考えたらね、まだまだ面白い、こっから成長していくかもしれないから、ドラゴンズとしてもね、まあ、投手陣厚くするっていう面ではね、この梅野の選択なんかなと。まあ、他がね、そんないないからね、まあ、愛と言ってもよかったかなとは思うけども、ね、ブライト、ウカイと被っちゃうからね、そういったところでは、まあ、梅野だったからかなって、後の選手見ててもね。続いて、オリックスは鈴木博士っていうね、ところで、まあ、オリックスはね、漆原を出して、まあ、鈴木博士を取ったっていうところで、まあ、ドラゴンズからってね、いうところになるけども、どうなんやろな、先発、リリーフ、どっちで行く感じで、ドラゴンズはね、予定しているのかわからないけども、まあ、今年ね、一軍で、9試合投げて3先発、4.07 防御率、ね、で、1勝2敗。で、二軍では、15試合登板、10先発、3.66、ね、クオリティスタート5回、3勝5敗っていう形になってるけども、こちらも26歳、早生まれだから27歳。ね。で、来年が、まあ、28歳のね、年度の年っていうところになるけども、まあ、でも先発でサイトスローって面白いからね。そういったところでアクセントも、つくし、まあ、前も後ろもね、どっちもいけるっていうところで言うとね、こうなってきたら、どうなんやろな。FA のね、人的保障もあるから、ひょっとしたら比嘉とか、外れてんのかな。同じようなサイトスローなタイプで。で、もし出ていっても、この鈴木で埋めようってちょっと思ってんのかな。でも日側の安定感をね、捨てきれないけどね。まあでも前も後ろもどっちもいけるっていうところと、ね、まだ26歳。で、まあサイドスローで先発ね、もう非常にまあ面白いしね、そういったところではどういう風にね、なっていくかっていうところは、まあ先発やりだしたね、ばっかりだしね、ここからの成長っていうところもあるし、まあまあちょっとね、面白い存在かなっていうね。で、続いて、ロッテは西武から、アイト。これはロッテは、まあロッテはね、
打つやつが欲しいからね、なんて言ってもね。でそうなってくると、まあ、ここの、ね、戦力見てても、まあ、北村残ってたら北村ひょっとしたら行ってたかも分かんないけどもね、愛斗っていうところで、まあ、愛斗もねちょっと波がねあるからいい時はめっちゃいいんだけどね、ちょっと波があるっていうところでね、どうなのかっていうね、まあ、26歳、来年27歳の年ね、今年一軍で、257打数、55安打、2割1分4厘、ね、ホームラン4本、打点15っていうね、でも2軍ではまあ3割4厘打ってるから、まあ、佐々木チャンネル調べで言うとね、ピッチャーは2軍で1点台、で、バッターは2軍で3点台、打ってるとね、1軍でも頑張れるんちゃうかっていうところをね、まあ、一つのね、目安として、してるけども、まあ、右のね、外野。まあ、外野もなかなか生まれへんからな。まあ、岡がね、頑張ってるっていうところもあるけども、まあ、荻野、角中はね、もうベテランの域にも入ってくるし、ちょっと怪我もね、あるっていうところもあるし、でも来年中村をサードにするっていうね、ところもあるから、まあ、ひょっとして山口が外野になるかもわかんないけども、まあ、あのライトフォローはね、魅力だから、まあ、ロッテは何としても打つのがね、野手がやっぱりいっぱい欲しいっていうところで、まあ、愛斗っていう選択になったのかなと。で、でソフトバンク日本ハムからね長谷川、これも何気、まあ、即戦力になるかどうかは分かんないけども、未来に向けては俺このホークスの長谷川が一番いいんちゃうかっていうね、まあ、なんて言ってもね、まだ2年目だからね、花咲どこあるから、金沢学院大学から日本ハム2年目、2021年ドラフト6位、2年終わって現役ドラフトは厳しいね。本当に。でも今シーズンね、一軍でも9試合投げて、防御率が 1.08 っていうね、ところもあるし、な、四死球が4っていうところもあるからね、ちょっとね、制球力っていうところが問題あるかもわかんないけど、球の力はあるよね。で、2軍では、34、登板して、防御率3点。で、8勝0敗っていうね、ところで、四死球が25。42回投げて25だからね。2イニングに1回フォアボールっていうね、ところはあるかもしれないけども、まあ、ここが多分ね課題なんだろうね、制球っていうところがね、まあ、でもいいんちゃう、これは何気にまだ2年目だからね、こっからの伸びしろも多分抜群にあるだろうし、左でしょ、まあ、田浦にね頼ってるっていう部分もあるし、まあ、加山もねあれだし、これは未来に向けてはこの長谷川もね、何気に後の方、順番がこれ通りだったら後の方だったけどね、かなりソフトバンクはねいい現役ドラフトになる可能性もありますね。さあ続いて楽天ね、 DeNA から櫻井選手っていうところで、櫻井今年1軍での登板なかったけども、36試合登板2軍でで 3.38、防御率っていうねところもあるけども、まあ、40イニング投げて四死球21か、やっぱり制球力なんだろうな、問題点で言えばね、高校時代ね、清宮をね、キリキリまでさせたっていうところがね、売りだったけども、日大三高で甲子園行って、まあちょっと出番ないもんな、DeNA ではね、このままいたとしてもっていうところもあるのかな、まあでも26歳、来年25歳だからね、まだまだっていうところもあるし、まあ楽天はね、松勇樹がメジャー移籍するだろうから、まあそのね、同じようなタイプに成長していってくれればっていうね、期待はあるのかなっていうね、ところの選択かなと。でもここら辺になってきたらもう残りね少ないから、楽天の櫻井、中村、水谷、あとね12球団が何人出してたか分かんないし、まあそこをちょっと想像することも難しいけども、ここだとまあ中村も俺何気にいいんちゃうかと思うけどね。続いての西武、広島から中村選手っていうね、まあ、今年28歳、来年ね29歳っていうところで、関東一高からねカープに入ってもう10年目、まあ、今年ね1軍では5試合登板して防御率 1.29、で2軍ではね28試合登板で 1.08 だからね、これ西武いいんちゃう、リリーフもできるし、まあ先発は1回してるけども、何気に中村いいんちゃう、こんな後ろじゃなくてもよかったんちゃう。だから西武も、まあ、この順番が分かんないところがミソなのよ。仮にこの NPB がね公表してるこの順番通りだったとしたら、カープ中村ここまで残ってたら、いや、めっちゃいいんじゃんね。まあ、昨年はね、2軍で防御率 4.68 とアピールできずっていうところでね、あったけども、今年は巻き返しを図りながらいいピッチングできてたからね、そういったところでは移籍して、チームが変わればね、クッて出る可能性もあるから、そういったところではちょっと面白い、存在かなと。で、最後にね、日本ハムっていうね、で日本ハムはソフトバンクからね、水谷、
選手っていうね、ところに、なるけども、これはもうあれかな、万波2世で行こうかなっていう感じかな。5年目、2018年のドラフト越え、早生まれだから今年度23歳、だから来年度は24歳になるけども、まあ、2軍では83試合、出て2割5分くりホームラン4本ねっていうところで、まあ、まだ1軍でもね出場1回もないっていうところで、まあ、ソフトバンクとしてはこの水谷選手を、まあ、出すっていうところはまあ分からなくもないかなと。でも193センチ99キロだからね、で右投げ右打ちでしょ、これは完全に万波2世やなに育て上げるっていうところでは、まあ非常に面白いのかなっていうところはあるけども、けどもね、外野でしょ多分ね、外野渋滞してるからな日本ハムも、まあ、そこがねどういう風な感じになってくるのかっていうところはあるけども、この日本ハムの水谷選手の選択はもう面白いと思う。なんか一発逆転ね、ひょっとしたらね細川みたいに大爆発みたいなね感じもあるんじゃないのかなっていうところでは、まあ、今年万波がねうまくフィットして大きく成長したいな、タイトルもねゴールデングラブなど取ったっていうところもあるんでね、そういったところを同じようにねいければチーム的にも面白いし、まあ、このままホークスいてもね多分水谷のためには全くなんないからね、あのチャンスもなかなかなさそうだしね、それだと思い切ってまだね今年23、だから今年で言うと大学1年生と一緒の年でしょ、そう思えばねここから一気に多分ポテンシャルは高いと思うからね、成長して一気にいけば面白い選手になるんじゃないのかなと思います。さあということで、まあ12球団ね、もう12人、2巡目がね行われなかったっていうところで、まあ、紹介してきましたけども、やっぱりもう即来年で一番面白そうなのはやっぱりジャイアンツ、阪神から移籍した馬場選手、ここがうまくフィットしたらねジャイアンツの逆襲もあり得るんじゃないのかなっていうところもあるし、将来的に見たら面白そうなのはやっぱホークスの長谷川、日本ハムから来たね、ここはもうポテンシャルもあるから、うまく制球さえね、あの、まとまれば、非常に、将来的に楽しみな選手かなと。あと、日本ハム水谷選手ね、ホークスから。これはもう万波2世っていうところでね、ここうまくフィットしてハマればね、身体能力高いんで面白いかなと。で、まあね、DeNA ね、ロッテから佐々木茶屋、ここはもう佐々木茶屋も良かったよね。あのままロッテにでも出てこれないっていうところもあるんで、DeNA でね、フィットすればっていうところもあるし、まあ今年で言えばね、この現役ドラフトからね、大竹、そしてね、細川っていうところがね、移籍して、大チャンスを掴んでね、レギュラー、そしてローテーション投手ね、12勝2敗、ね、貯金10っていうね、好成績を逃してうまくいったんで、まあ、この中からね、まあ、全員が活躍することはないと思う。まあ、今年もね、電力界になった選手もいるからね、この現役ドラフトで。だからその、現役寿命が1年伸びたっていうね、だけの可能性もあるけども、それはね、本人次第だから、このチャンスにね、環境変えて、それをチャンスにして、どこまで頑張れるかっていうところでは、まあ、全員が全員活躍できることはね、今年の現役ドラフト見てもないと思うんでね、まあ、そんなからね、一人でも二人でもがスーパースターになってね、チームの救世主になって、本人としてもね、ベストな成績を残して頑張ってくれることを期待したいし、まあ、佐々木の中では、まあ、このね、さっき何度も言いますけど、やっぱ一番良かったのはジャイアンツじゃないのかなと。まあ、その次に来るのが将来的にはね、ホークス、長谷川選手、良かったかなと。あと、ロッテで愛とかどんな活躍するのかは、OB としては正直楽しみだなと。ヤクルトの北村選手もね、まあ、ヒットするんじゃないのかなっていうところもあるんでね。あとは、タイガースがね、馬場選手を出して、ウルシアラがね、オリックス、隣同士だからね、そんな、引っ越しもしなくていいだろうしね、そこでどんな活躍をするのか、楽しみにしたいと思いますんで、何気にライオンズの中村ね、いいような気がするんだよね、正直ね。まあ、DeNA 梅野まだ若いしね、こっからだし、ね、鈴木ロシアンダーサイドスローってね、ところでいい感じだし。まあ、でもね、まあ、現役ドラフト終わりましたからね、皆さんね、12球団のファンの皆さん、皆さんね、現役ドラフト終わってどんな感想を持ちますか？佐々木の感想はこんな感じです。ということで、現役ドラフト、佐々木がお伝えしました。そして、皆さん、70万人、登録しまし、行きました。皆さん、ありがとうございます。これからもね、年末年始ありますけど、皆さんの暇つぶしのために佐々木ね、動画上げていきますから、ぜひね、暇つぶにしてください。そしてね、帰省ね、する方もいるでしょうし、車で大渋滞の中行くかもわかりませんけども、ラジオ感覚でね、聞けると思うんでね、ドライバーの方はラジオ感覚で聞いてもらって、そしてね、助手席、ね、子供たちもね、ぜひ車の中で暇つぶしにしてください。それでは、ありがとうございました。